の日差しがとっても気持ちよくて、目が覚めたんだ今日は、のんびり過ごそうか。嫌なことがあったんだ、今はどっかへ置いてゆけ。こんな素晴らしい星に生まれた、バカでもなんでも素晴らしい。島グランツ、初登場になります、木村健二と言います。よろしくお願いします。朝の日差しがとても気持ちよくて、目が覚めたんだ今日は、のんびりごとか、今日は楽しい歩こうよ。君の笑顔いっぱい見つけたよ。バカでもなんでも素晴らしい。思うことがゆっくり時間が流れて欲しい。二人のことを話そうか。明日が怖いだけど沈む夕日見ておくってありがとう。ララ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 。ジョニー&ラッツってよかったっけ、ファーストライブということで、そちらの方に呼んでもらえてすごく嬉しいです。主役はジョニー&ラッツですが、大事なのは我がライブ、今日は金メダル目指して頑張ります。今があるから今を生きる、明日が来るから多分明日も生きるだろう、朝が来るから起きるんだろう、仕事があるからとことこと口を出る、昨日食べたものは覚えていない、昨日得た知識はもう忘れた、昨日あった嫌なことは特によく覚えてる、落ち込んでいても僕は止まらないから、とりあえず歩く、それだけ、それだけのこと。何のために生まれて、思ってもないくせに抱えてるふりをする、本当に大切なものが何なのか分かってるくせに気づかないふりして今日も通り過ぎてゆく、本当に言わなきゃいけないことをどんどん黙ってる、でも今は眠らせて眠らせて、分かってる
ありがとうございます。今日はジョニー&クラップス、ファーストライブということで、足を お運びいただきまして、ありがとうございます。ですね、ジョニーさんとはまあ、今から2年前ぐらいかな、今はないですけど、夜空と月のピアスの、フリーライブの方で、自分ピアスが結構うちが近いもんでよく見に行ってたんですけど、まあ、その時はジョニーさんのこと知らなくて、共通の知り合いの方がいまして、それでまあ紹介 してもらった感じで、なんだろうね、初めて見た感想は、なんていうか、結構なんだろう、ブルースの渋い人みたいな、なんかそういう印象があったんですけど、で、まあ、何ヶ月かぐらいしまして、ツイッターの動画の方で、まあ、有名な曲10円玉ってありますよね、あれを聞いて、ああすごいいい曲じゃんかって思って、まあ、前から聞いてたんですけど、なんかその時の自分になんか結構ハマった感じで、ああこれすごいいい曲だなとか思ってね、なんか本当最近もう5月ぐらいから自分ね、なんかすごく今仕事が忙しくて、なんだろうね、仕事をちょうどその10円玉のなんかそのシチュエーションみたいなのにちょうど当てはまって、よくなんか仕事の帰りとかね、やっと仕事が終わったって帰る時になんかため息ばっかりのっていうか流れてきたりねしてね、ちょっと本当はあのライブが近いんで自分の曲のイメージトレーニングをしたいんですけども、10円玉がずっと流れてきてね、なんかポケットに握りしめた拳とかね、もう、いいねあれね、まあそんなこんなでね、今日を迎えました。まあ今日はね、朝からカラオケので練習してきたんでね、バッチリ頑張りたいと思います。まあところで、まあ話は分かりますがね、皆さん、恋してますかね。恋をした時の歌を次は歌わせてもらいます。ちょっと水飲みます。胸がときめくことなんて、生きてるうちどれくらいあるのだろう。台風がこの街近づいた、そうあれは6月終わり頃。なんでも泣いただの出会いだと思っていたけど、何も変わらず今日もこのまま過ぎてゆくと思っていたけれど、君に出会ったその日、僕は胸の高鳴りを感じてた。なぜだかわからないけど、今の僕はそんな気持ちなのさ。嵐はすでに過ぎ去った、心地よい風吹き込む、光差し込む。なんでもないなびく髪、君の横顔のんびりながら楽しい会話も別にないけど、なんだかとても心地いいんだ。君に出会ったその日、僕はこの街を
眺めてた。いつもと変わらない街並みがとっても素敵に見えたのはなぜだろう。今結構楽しく、音楽活動をねやらせてもらってんですけど、結構自分若い頃20代ぐらいの頃っていうのは本当に何だろう、その同じ音楽やってる人に対してすごいもう嫉妬ばっかり、してるようなね、嫉妬の塊のような、人間だったんですけどね。本当にあわよくばね、共演者なんてみんな失敗しちまえばいいんだみたいなね、そんな気持ちもあったんですけどね。その頃の、歌を歌わせてもらいます。スポットライトという歌歌わせてもらいます。久しぶりに曲できたって、次のライブで歌うんだって意気揚々と語っていた。あいつさ見かけないな、ボロいステージしたみたいだ。変な汗かいていて、かける言葉もなかったって、そんな話聞こえてきた。それを聞いて僕はすごく安心してたんだ。やっちまったって笑ってごまかそう。今日もスポットライトを浴びながら、申し訳なく歌ってる。ただこの華やかな場所に立っていたい。僕はここに立ってます。みんな楽しそうだな、生き生きしてるな。息が詰まる、話すこともない。この場所も居づらいな。今日はあいつライブやるって言ってたな、見に行こうか。
下手くそだけどなんか吹っ切ったようないい顔してた。希望に満ちたあの顔、そんなの見たくなかった。元気もらってよ、俺も頑張るよなんて言ってみようかな。早くこの場を立ち去りたい。こんなの見たくなかったんだ。あいつの無様な姿が見れたなら、もっと元気になってたんだろう。今日もスポットライトを浴びながら、申し訳なく歌ってる。ただこの華やかな場所に立っていたい。僕はここで歌ってます。今日もスポットライトの下で。ありがとうございます。人生というほどちょっと大げさですけどね、まあ、いろいろ浮き沈みってまあありますけど、まあですね、まあまあ、うまくいったりいかなかったりでね、落ち込んだりとかいろいろある。落ち込んだりとか、なんか今までできてきたことがあれなんかできなくなったぞとかね、なんかそういうことがね、まあ、もうだんだん自分も48なんでね、年なんで老化も始まるんでね、なんかそういうことも、いやあれ今までできたんだけどなんかな、できなくなったなとか、うん、まあだからそういうこともあるんで、もうなんだろうね、いつもなんでこんな俺同じことばっかりやってるんだとかね、思うことあるんですけど、まあ同じことずっとやれるってのもね、すごく大事なことだなって思って、そんな曲、歌わせてもらいます。歩こうという歌。まだ見ぬ明日へ閉じ込めた心は、今はそのままでも探してみよう。できることできないことをいっぱい思い浮かべてみて、頭の中に詰め込むと気がなくて目まいがするけれど、明日のことなんてわからないけれど、やれることやっていこう。そうさ、一歩ずつ歩こう。いつまでたってもちっぽけな僕だけど、ほんの少しどれだけかかっても幸せ探りながら歩こう。何をやってもダメだなんて言ってるくせに、自分らしく一生懸命生きよう。
と知ってるじゃないか。毎日毎日が何も変わらないなんてことはない。僕の中動き出したこの気持ちに何の意味がある。明日のことなんてわからないけれど、一歩ずつ幸せを探りながら歩いていこう。ありがとうございます。思ったより時間あるな。話すことないもんな。物販の方で CD 売ってますんでね、買わなくていいんで見るだけ見てってください。見るのタダなんでね。何だろう、どうだっけ、2曲目に歌った「ただそれだけ」っていう「ただそれだけ、それだけのこと」ってやつね、 と、3曲目に歌った「君が好きだから」って「君に出会ったその日」っていう歌と、まあ、あとは、今日は歌わない、やつで「お家へ帰ろう」っていう歌と、あと何だったっけな、忘れちゃった。まあいいや、じゃあ、次の歌いきます。人は夢を見る生き物なのだから、羽ばたけ大空へ。
君が泣いてる突きつける現実地に落ちる前に自分の描いた大空いっぱい駆け抜いて羽ばたいて行こうぜ羽ばたけ大空へ自由の翼つけ飛んでいて ありがとうございます。なんだろうね、昔20代の頃名古屋、の車道のライブスポット Z ってところでねライブやってたんですけど、 なんかその雰囲気となんか今日似てるなっていうのでなんかすごい懐かしいなという、やっぱり最近居酒屋とかカフェでライブやることが多いんですけど、やっぱあれなんですね、ライブハウスってお客さんの表情が見えないからね、怖いっすねやっぱりね。ちょっともうライブ前半はねすごく緊張しましたけど、なんか楽しくねやれました。ありがとうございました。まだ終わりじゃないですよ。最後の曲になりました。もっと自分でという歌歌わせてもらいます。木村健二でした。ありがとうございました。どこへ行ってもどこに行っても息苦しい、どこに行ってもどこへ行っても落ち着けないな、風はただただ吹いている、雨はただただ降っている、一番難しいな、無理に笑わなくていい、でも今日は笑っていよう、それも自分だ、もっと自然にもっと自然にもっともっと自分で、もっともっと自分ありがとうございました。